ん？お前何を持ってんだ？ちょっと見せてみろ。お、興味が湧いたか。ヤバネロを手渡し、え、それ？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、桜町で妖怪ウォッチの部品を探そう。え、待って。私何しにおばあちゃん家に戻ってきたんやったっけ？なんか最後おばあちゃん家に戻ってきて終わったよね。え、前回のやつ終わったっけ？調子堂で部品を探せ、挑戦中や。桜中央シティのカレー屋さん、カレーハウスナマステの店員さんに激辛唐辛子のヤバネロをもらった。あ、そうそう、もらったね。これなら調子堂の店主も満足。あ、なるほど。過去の調子堂に持っていこう。今は？現代か。そうよね。過去のおばあちゃんじゃないよね。え、ってことは、ここの家？ん？違うな。駅に向かわんといかんねやっけ。これで一旦ケマモト駅まで飛んできて、こっちに、はい、雲海三面鏡ワープします。んで、過去の調子堂へ向かいましょう。ヤバネロももらってきたことやし、この時代にはまだ開発されてない食べ物とかそういうことかな。ん？あれは違うか。多分青い旗の方よね。赤い旗の方は多分サブクエやったはず。マジ自転車欲しいんやけど。現代の自転車屋さんで自転車もらえんの？なんか話しよったよね、自転車の。はい、到着。持ってきたよ。ものすごく辛い唐辛子は見つかったかい？持ってきました。未来から。ヤバネロを手渡した。これは？見るからに辛そうだわい。では早速一口。そのまんま。辛いぞ。これぞまさしく、わしが求めていた辛さ。ほう、わしの舌と職人魂が熱く熱く燃え上がってきやがった。よーし、待っとれ。早速作業を始めるぞい。お、やる気が出てくれたみたい。めっちゃ素早い。早っ。大丈夫か。できた。早っ。もうできちゃったんですか。めちゃくちゃ動き俊敏やったよね。途中瞬間移動みたいなの入っとったよ。へっ、これぞ職人魂ってやつよ。それより見ろ、これぞわしが精魂込めて作り上げた自信作。その名も精魂時計だ。精魂時計、これ記念に持っていけ。精魂時計を手に入れた。カラフル。え、もらってもいいんですか、せっかく作ったのに。はあ、構わんぞい。わしの職人魂に火をつけてくれた礼だ。ありがとうよ。お前のおかげでいい仕事をさせてもらったわい。ありがとうございます、おじさん。そっか、これで過去の世界で妖怪ウォッチが作られるんか。この時計から天使の職人魂、強い思いがひしひしと伝わってきますね。強い思いがこもったものほど不思議な力が宿ると聞いたことがあります。もしかしたら文明さんはこんな時計を探していたのかもしれませんね。きっとこの時計を元にして、ん、妖怪ウォッチはできたんじゃないですかね。まあデザイン的にも確かにカラフルではある妖怪ウォッチ。とにかくお目当ての部品をゲットです。あやなちゃん、やりましたね。そうだ、この唐辛子はお前に返しておくぞ。返しておく。あ、かじったとかじゃなくて、あれ、何個か持ってきとったってことかな。そんなね、食べかけ戻されてもって感じやもんね。いやー、こいつが辛すぎたせいでしばらく辛いもんは見たくないんだな。そんなに。ヤバネロを返してもらった。見た目からしてやばいね。ウィスパー、これどうしよっか。とりあえずもらっておきましょうか。まあ持っとくだけで別に支障はないと思うけん。調子のデブ品を探せ、バッチリ解決。
さあこれでもうあとは全部揃ったよね。逆転の剣、逆転の鏡。逆転って聞いたら逆転裁判しか思い浮かばん。ランクの低い妖怪もたちまち強くなるすごい剣。え、すごくね。ただ D ランクまでなんや。弱虫三種の神器と言われる装備の一つ。なんだそれ。逆転の剣の方がかっこいい。てか片方剣やのに片方鏡なんや。盾として使えるんかな。ドラクエとかでもなんか鏡みたいな感じの盾あったよね。お、大当たり。やった黄色コイン、イエーイ。大当たりとかやったっけ。当たりが普通。お、ストーリーのロックが外れた。これで妖怪ウォッチ完成のために必要な部品が全て揃いましたね。うん、でも文明くんとは会えなかったね。そうですね、文明さん抜きでは妖怪ウォッチは完成しませんものね。一度秘密基地に戻ってみましょうか。これって主人公がふみちゃんじゃなくてケイタの場合、先祖様の名前はどうなったんやろうね。だってこれって多分ふみちゃんの先祖やけんふみやきなんやろ。ケイタもうあれかな、名前の携帯自体が違うんかな。ふみあきケイタケイタロウとか分からんけど。あーすいません。ふざけたこと言いよったら。そっか、信号がないな。めっちゃ危険じゃない。いや、信号の数が少ないだけなんか。これまた獣本村まで戻ればいいんかな。あれ、どこだ、こっちか。え、雲外峡。獣本村までワープしますか。あ、はい、お願いします。あ、そっかそっかそっか、もうこれは駅前だけで終わりなんか、マップ。めっちゃダッシュでよくわからん場所に行こうとしよったわ、怖。さあ獣本村に着いた。んで、忍びの森かっこいい。お、いるじゃねえか。あ、文明くん、お前ら何しに来た。俺は出て行けって言ったはずだぞ。ん？お前何を持ってんだ？ちょっと見せてみろ。お、興味が湧いたか。何あの足元に転がってる下駄、前から転がっとったっけ。ヤバネロを手渡し、え、それね。えらく辛そうな唐辛子だな。こいつは使えるかも。え、セイコーン時計の方じゃないの。ひ、その棒は。その棒って私たちをカイマから助けてくれた時も使ってたよね。え、なんかウィスパーがめっちゃ震えてんだけど。すごいね、カイマを叩けるんだ。こいつが効くのはカイマとカイマに取り憑かれたやつだけだ。文明の発明品の一つで棒に唐辛子を塗ってあるんだ。唐辛子が効くの。そんなんで効いてしまうんですね。なんか普通にゃ。へへ、この辛そうな唐辛子を使えばもっとカイマをぶっ倒せるかもな。ところで文明、お前は今まで何をしていたんだ。特訓、この森の奥でな。道理であのノートに書いてあった場所に行ってもいないわけね。あのノート？お前の代わりにアイナが部品を取りに行ってくれたんだ。集まったよ全部。俺は何も頼んでねえぞ。貸しでも作ったつもりか。いや、こっちのためでもあるんだ文明。これは運命なんだ。お前にとってアイナは少年ビートだ。ビート？なわけねえだろ。少年ビートはガッツ仮面がただ一人力を借りる存在。彼を支えるビーマン女子だ。少年ビートはガッツ仮面に助けられたのをきっかけにガッツ仮面の相棒になった。文明、お前は一度アイナを助けた。ということは？なるほど、飲み込みが早い。よし、お前らが集めてきたっていう部品全部ここに出せ。妖怪ウォッチを完成するって言ってんだ少年ビート。もう少年ビートになってる私が。
みやき。ふ、素直じゃないやつだな。ありがとう、おじいちゃん。おじいちゃん。おじいちゃんじゃない、ふみやきだ。それこんなに若いのにね、若いというか子供なのに。同級生ぐらいの女の子におじいちゃんとか言われたくないよね。お、妖怪ウォッチゼロ式。こっからなんかまた区切りが違うんやね。妖怪ウォッチの誕生に立ち会えるなんて夢のようですね。感動ものです。なんか動きがうるさいんだけど、ウィスパー。これでよしっと。え、できた？妖怪ウォッチ完成したの？ま、ゼロ式ってこととか。ん？ゼロ式ってとこだ。こいつはまだ試作品だからな。妖怪ウォッチゼロ式。さあ少年ビート、こいつをつけてみろ。少年じゃないんですけど。妖怪ウォッチゼロ式を手に入れた。お、ゼロ式ボタンを押してみよう。ゼロ式ボタンをタッチすればバトル中にゼロ式ウォッチに切り替えることができます。バトル中に関係してくるの？ゼロ式ウォッチに切り替えると技が G 技に狙うが、ん？技が G 技に狙うがつつくに変化します。ほう。 G 技を使うと通常の必殺技より強力な技を打てます。ただし、え、通常より強力なの？過去のものなのに。あ、まあでも過去のものやけん、過去の妖怪にはそっちの方が効くとかそういうことか。威力が強力なので隣にいる妖怪の妖怪ゲージも消費しちゃいます。つつくはサボったり取り憑かれている敵を選んで下画面にタッチアクション。敵の妖怪をタッチして様々な効果の壺をつつくことができます。状況に応じてつつく壺を選ぶのが戦いを有利に進めることですよ。ほう。召喚アプリを手に入れた。うわー、おじいちゃんじゃなかった。ふみやきくん、ありがとう。いや、でも実際さ、自分のおじいちゃんやとしても、この姿で目の前におられたらおじいちゃんとは呼べんくない？おじいちゃんって言うんかな？え、自分のおじいちゃんやと分かっとったとしても確実におじいちゃんじゃないもん。年齢が。ふみやき、お前はゼロ式を使わないのか？当たり前だろ。俺には呼び出す友達妖怪なんかいないんだからな。まだそんなこと言ってるにゃん？なんて頑固なやつにゃん。とにかく時計を作るのはこれっきりだ。俺は俺だけの力で海馬と戦うんだ。へえ。こっちは特訓で忙しいんだ。じゃあな。おー、なるほど、肉体技で行くんすね。何ウィスパーがあの表情。どういう感情あれ。待て、ふみやき。お前に力を貸したい者はいくらでもいる。なのにどうしてお前は。冬にゃん、ちょっと待ってよ。ずっとあの表情やった。二人を追いかけよう。どこ行った？冬にゃんもふみやきくんもいないね。まだ遠くには行っていないはずです。近くを探してみましょう。でも森の中にはさすがにいない。なるほど。え、結構遠くない？え、結構遠いんすけど。ここ降りればいいか。あれ、なんか思ったより降りたけど。まあ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 。どこあれ？これか。びっくりした、何かと思った。冬にゃんか。探したよ冬にゃん。すまない、結局ふみやきとは話さなかったよ。ふみやきっていつもあんな感じなのにゃん。ああ、ふみやきは友達を作ろうとしない。愛した友達になりたい妖怪はたくさんいるのにな。あ、そういう人間じゃなくてこいつらみたいに。え、それは牛乳瓶の蓋ですか？何か書いてあるようですが。え、それで呼び出せるわけじゃないよね。え、なんかメダルの代わりみたいな。牛乳瓶の蓋？へえ、昔はこんな感じだったんだ。ふみやきが助けた妖怪のことを書いたメモだ。メモか、なるほどね。要するにあいつの活躍した証さ。へえ、これ全部ふみやきくんが助けたんだ。
妖怪を助けてるの？うん、この蓋に書かれているのはあの超メジャー妖怪のカッパさん。そんな方ともお知り合いだったとは。文明さんってすごい方なんですね。まああれよね、その時代自体が古いわけやけん、ウィスパーが尊敬しとる古典妖怪たちがいっぱいおるんやない。カッパをはじめとしてこの牛乳瓶の蓋に書かれた妖怪たちは特に文明の身近にいて、この村を守るため共に戦うこともあった。それもあってかあの頑固な文明も少しは気を許していたようだったよ。あ、一応妖怪たちと交流はあるんやね。じゃあその妖怪たちに文明を説得してもらったらどうにゃん。おお、それはグッドアイディアですね。よく見るとこの蓋にはカッパさんと会った場所も書いてありますね。この村の北西を流れる川、そこに架かった橋の近くとあります。ここからも近いことですし、カッパさんに会いに行ってみましょう。カッパに会いに行こう。こっちから回っていけるんかな。ケマモト村ホタルの小道、いいね。なんか名称がとても良い。でもめっちゃ虫出そう。まあホタルも虫やけんあれやけどそもそもがね、ホタルが出るってことは虫が出るんで。もうホタルがおるところって水が綺麗なところなんやろ。さすがやね。あー、そっか、そういえばあったねこれ。なるほどなるほど。あれ近くに野がっぱおらんかった前。あれあれは現代やったっけ。その石がカッパだ。呪いで石にされてしまったんだ。あ、なるほど、自主的にこの格好になってるわけじゃないんやこの村がカイマたちに襲われた日、金と銀というやつらがかけた呪いでな。金と銀、なんかさ、あれじゃない、映画版かなんかで出てきたんじゃなかったっけ。あれ違ったっけ。普通に日常会か、わからん石にしちゃうにゃんて、怖いことするにゃんね。しかも石にされたのはカッパだけじゃない。文明と友達になりたいと思っていた妖怪みんなだ。そんな、ふっふっふ、ついに来ましたね、この超できる妖怪羊たる私の見せ場が。え、もしや呪いが解ける、石が解ける、何それ。石が解けるとはその名の通り、石にされた妖怪を元に戻すお薬です。なんでピンポイントでそんな薬持っとん。こんなこともあろうかと妖怪通販でポチっておいて正解でした。なんでこんなことがあるかと思うよでは行きますよ。石化とケール、普通に生活しとったらそんなことないんやけどね。にゃんとカッパが元に戻っていくにゃん。おお、色が、戻ってねー、どういうこと。あら、はあ、やっぱりこうなるにゃんね。期待して損したにゃん。効果が薄い。いや、悪くはなかった。きっと呪いの力が強すぎるんだ。俺と文明も妖怪たちを元に戻そうと努力したが、呪いはピクリでもしなかった。あの時は文明も悔しがって石になった妖怪たちに言っていたよ。カッパ、九段、人魚、座敷わらし、そしてカラカサオバケ、すまんとな。カラカサオバケってどっかおらんかった、気のせいか。なんかめっちゃ伸びたウィスパーおや、カラカサオバケさんですって。我々その方とは現代でお会いしましたよ。現代か、何、もしかしたら60年の間に呪いの力が弱まったのかもしれないな。あ、途中で勝手に解けたってこと。ということは現代であれば石化解けるが引くかもしれませんね。アイラちゃん、早速現代に戻りましょう。なるほど、現代にもこの像はあったんか。うん、ではこれを持って行ってくれ、きっと手がかりになるはずだ。牛乳瓶の蓋を手に入れた。そっか、妖怪たちの場所が書かれたんよね。詳しいことはその蓋に書いてある。俺は文明が帰ってきた時に備え、秘密基地であいつの帰りを待っておく。君たちは妖怪たちの救出に集中してくれ。うん、任せて。